こんにちは、ケニー TV スタッフのトミです。今回はですね、コロナ太りと運動不足解消をすべく韓国でも流行ってるマシンピラティスをやっていきたいと思います。もぐちゃんはですね、例の通りいないので、同期のジュンちゃんを呼んでいます。ジュンちゃん、イエーイジュンです。ジュンちゃん、早速なんだけど、マシンピラティスって知ってる？韓国の女優さんとかアイドルとかが家のピケツでなんかピラティスやってますとかインスタにめっちゃ上げるじゃん。上げてるよね。ずっと気になってた。それは私もそれずっと気になってて、最近ちょっと日本でもマシンピラティスできる場所が増えてるみたいで、ピラティス K さんにご協力をいただいてマシンピラティスに挑戦していきたいと思います。頑張っていきましょう。頑張ります。はい、ではやっていきます。それでは本日ご指導いただく先生のリコさんです。よろしくお願いします。お願いします。ピラティス系の銀座店インストラクターのリコです。お願いします。お願いします。マシンピラティスと普通のピラティスの違いとかって教えていただけますか？マットはそのまま床で自分の体重だけでやるピラティス でマシンがこういう体をサポートしてくれる、これはリフォーマーというマシンなんですけれども、安全な状態でより効果的に動けるというのがマシンピラティス。そうなんですね。バネとかがサポートしてくれるので、逆に柔軟性ない方でもどんどん柔軟性がついてくる。ちなみに今コロナで太ってしまいまして、お腹周りでもめちゃくちゃ気になってるんですけど、普段こうレッスンとかって気になる箇所とか集中的にこうやっていただくこととかってできるんですか？できます。ポイントボディメイクっていう種類のレッスンがあって、ウエストっていうレッスンだったりとか、お悩み別に分かれたレッスンもたくさん用意しているので、それぞれの悩みで選んでいくことができます。すごいね、うん、あまりそう負担してくれないお腹回しでちょっとプチレッスンで構成してよろしくお願いします。最初ピラティスで、全部共通するんですけど、呼吸を結構重要で行っているんですけど、胸式呼吸って呼吸法を行っていきます。お腹をずっと薄くしたまま肋骨周り、胸の方に空気を入れていくんですけど、これすることで体の内側、インナーマッスルが働きやすくなったりとか、呼吸だけでっていうと、どんどん肋骨が狭まっていくので、くびれができやすくなっていくという効果があります。まずその呼吸の練習から入っていきたいと思います。はい、骨盤をまっすぐ立てて、骨盤の真上にあばら、肋骨が乗るようにして、両手で自分の肋骨を掴みます。胸をぐっと開いて、頭を上に引き上げて背骨伸ばします。お腹キープしたまま鼻から息吸って肋骨を膨らましてみましょう。ちょっとで OK です。そうです。で、口から吐いて肋骨を中心に寄せ集めるようにして、最後まで吐き切ってからラストに一呼吸だけ吸って。だいぶ体温まるのとか、お腹の中がじわじわしてる感じがあると思うんですけど、ピラティスの動きに合わせて今度は呼吸もしながら動いていくので、はい、この呼吸法だけ覚えてください。両足ぴったり閉じて、左右のお尻で床をグッと押してあげてください。胸開いたまま腰丸めます。そう、恥骨を引き上げる感じ。お腹えぐってえぐってもうちょっと割りましょう。 OK、 吸いながらゆっくり戻ります。まだお腹薄いまま戻って、ここがちょきついそうだったら吸いながらゆっくり戻って、お腹薄いまま OK、 吸いながら戻りましょう。ゆっくり戻る、お素晴らしいです。熱いすごい、めっちゃ気持ち聞きました。はい、上でキープしましょう。吐きながら目線両膝見つめます。そこで息を吸って吐きながら1、2、3、4、5、6、
手を挙げます。シュッと頭。足がやばい。すごいね。呼吸もしながら動かすので、代謝も上がるので。楽しいけど自分の体もダメなの。感じる。溝落ちから体を右にねじってみます。ねじったらそのまま斜め後ろに倒れるようにして、そう、オッケーで、吸いながら一回戻りましょう。吐く息で中心に戻る。今度逆側、吐く息左にねじったらそのまま後ろに倒れる。そうです、膝はずれやすいです。オッケー、吸いながらゆっくりアップ。で最後にチャレンジでキープをしていくので、で右に強いし、そのままバック、okay、そこで3呼吸だけしましょう。吸って吐いて、だって息がバランス OK、 ゆっくりと吸って、ゆっくりと吸って、素晴らしいです。初心者向けなのに、初心者みんなやってるんです。これ本当にあのベーシックって一番基礎クラスでやってる動き、今日一日で痩せそう。ゆっくり右足をバーに置きます。ゆっくりだけで、ちょっと待って、早くしてんのみたいな。足こっちで大丈夫。あ、下で、あ、OK、 形伸ばして、あ、 OK です。吐きながらゆっくり前にスライド、ゆっくりゆっくりお腹を伸ばす。で吸いながら戻します。肩の真下見てくれ。もう一回吐きながら前にスライド戻しましょう。オッケー、じゃあ結構チャレンジな、チャレンジメニューすごいやってるので、そう、ね、初めてでバスでやってるの本当にすごい。ぐらいしかやってないのに、もう汗が汗すごいいい運動だね、これ。なんか腹筋って言ってここだけかなと思ってたら、もう全身プランクとかで腕とかね、もう使うし、この太ももとかも使うからいい感じに使えて、すごい良かった。韓国の芸能人がこれが美の秘訣って言ってる理由が分かった気がする。トミちゃんって今日やってこっちこうやってみて、何が一番きつかった？足のね、話し方が分からなかった。私はこうひねるやつ、こうひねて倒れるやつが、先生の息の長くない、息長くないって、先生の息のね数え方がちょっと私と違うから、あ、やばいやばいと思って、そこが私一番きつかった。なんかでも明日すごいここが気持ち割れてそうだから、すごい楽しい、ね、もうね、気持ちね、気持ちともう割れてる。本当にいろいろ教えていただいてありがとうございます。この動画を見て、ピラティス興味あるなと思った方は、ピラティス K さんで無料で体験ができるんですよね。なのでもし興味があればぜひ検索してみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。最後に高評価とチャンネル登録忘れないでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。